はい、こちらです。シェフジャケットの秋冬新色ですね。ノンウォッシュっぽい色味のものもセットアップで出ているんですけど、あ、そちらはちょっと今はまだ僕は購入はしていないんですが、チェックブラウン超撥水ツーウェイシェフジャケット、これサイズ僕 LL ですね。 3L が良かったんですけど LL しかありませんでした。の1900円を購入いたしました。秋っぽくはなりますよね、これ着るだけで。まあね、あのさっきあのコメントもあったんですけど、これ自体がこの白い線がちょっと入っていて、これがね意外と目立つんで、足元はちょっと締める方向で行ってあげた方がいいんじゃないかなと思います。一番上から、超撥水のシェフジャケットツーウェイシェフジャケットのチェックブラウンですね。で中はヘビーウェイトコットン、僕このグレーとデニムの組み合わせ超合わせてると思うんですけど、ヘビーウェイトコットンの半袖 T シャツですね。パンツはこれ、貝原デニムのベーシックストレッチデニムですね。ベーシックストレッチデニムの L サイズで着てロールアップちょっとしてあげております。靴下はナイキで、靴が GU のリアルレザーですねを合わせた、まあ王道の秋の鉄板コーデって感じですね。まだやっぱねちょっとね生地がこれシェフジャケット、まあ撥水機能が強いんで仕方ないんですけど固めになっております。シェフジャケットに関してはあの丈がやっぱりちょっと短いタイプのものになっているので、素直に着るのであればやっぱりインナーとのバランスはこのぐらいを目指していただくと合わせやすいんじゃないかなと思います。これより長くなりすぎたり、短く上になっちゃったりすると微妙なので、このぐらい5センチいかないぐらいかな、3センチぐらいか、これ下中のインナーが出るくらいがいいんじゃないかなと思います。で、まあ、夏じゃなくてもう秋コーデなので中に入れるあの T シャツも真っ白のものでパキッとインナーを見せるんじゃなくて、ベージュとかなんかグレーとか少し曖昧な色を入れてあげるのがいいんじゃないかなと思います。足元はちょっときれいめですよね。少し細くてストーンと落ちる感じに革靴を合わせてあげる。トップス結構これねオーバーサイズなのでボリュームありますけど、足元にちょっときれいなアイテムを持ってきてあげるバランスがまあ大人向けではあるかなと思います。もちろんこれドカーンというシルエット合わせていただいても全然いいかと思うんですけど、まずちょっとね今回のテーマとしては使いやすい着やすい、まず真似をするならどういう感じかっていうことで言うと、僕はこの素直にちょっと下に綺麗めなものを持ってくるっていうのが合わせやすいんじゃないかなと思っております。こう引っ張るとここがほらクシュクシュっとシルエットが変わりますよっていう、ここねデフォでちょっと引っ張ってた方が可愛いかもしれないな。ちょっとこれちょっと待ってみんな、ここさあのすごいことを僕見つけちゃったんだけど、ここのその引っ張った紐でタオルホルダーとして使ってくれってこれ書いてあるんだけどここにタオルぶら下げないだろ、このここにタオルぶら下げてくれっていう風に書いてあるんですけど、タオルはぶら下げないだろ、こうやってループにしてここにタオルぶら下げてくれって書いてあるんですけど、意外と僕これの方がなんかすっきりして好きかも。 2L こうやってこっちがポパーンって広がってますよね。こっちは超撥水のシリーズって全然染み込んでないですよね。ほら水弾いてますね。コーディロイの方はねちょっと撥水機能が怪しいんで、あでもこっちもまあ多少シミにはなるのか。ということで機能的にはそんな感じですね。ここにねでっかいポケットがあるんですよ、すんごい大きい。なので書類とかはここにガサッと入れるといいんじゃないかなと。タブレットとか A4 ぐらいまでなら全然入りますし、今日買い足してきた放熱冷感もここにすっぽり、放熱冷感もすっぽり入っちゃいますよ。これ入れてもまあこんな感じですね。大容量ポケットがあります。超撥水ツーウェイシェフジャケット新色チェックブラウンでした。可愛いですよ。でもこんな風にあのデニムと合わせてあげるのがいいんじゃないかなと思います。もしあのこれ貝原のネイビー持ってらっしゃらない方は、今発売されているシェフジャケットのデニムの方のパンツを合わせてあげると、そのセットアップってやっぱりちょっとどうしてもハードル高くなってしまうので、ボトムス何合わせたらいいんだろうってなった時にはこの、リジッドな紺色っぽいというか濃い濃紺のあのパンツ合わせてあげるといいんじゃないかなと思います。
続きましてなんですけど、同じく超撥水シェフパンツ、じゃじゃーん、これ可愛いっすよね。こちらは 2way ではございません。で、すいません、こちらの超撥水シェフパンツは1500円です。履いてみようかな。せっかくなのでちょっとね、セットアップにしてみましょうか。これはなかなかハードル高いぞ。ガラガラのセットアップは。新しいカタログでもこのシェフジャケットとパンツはしかセットアップで紹介していたはずですね、記憶が正しければ。これはだいぶパンチありますね。下手するとパジャマみたいになっちゃうもんね。なんか黒黒ベージュベージュだったらいいんですけど、この優しめな柄で上下セットアップにしちゃうとちょっとパジャマ感が出ちゃうかもしれない。本当に帽子とかですごい外すとか、いや全然僕はこれで着て出てくことも全然あるとは思うんですけど、この柄に負けちゃいそうですね。っていうのと、セットアップで着るときはあんまりここ前をこうやって閉じすぎちゃうと、とにかくここの情報量が多いというかうるさく見えてしまうので、セットアップの時こそかなり首回りというか肩落として、ここねこういう感じにしないとちょっとねうるさいっすね。こうしちゃうとチェックがうるさくなっちゃうんで、すごいコテコテ。これこういうので着ていっちゃうんですけど、普通におすすめかというと、まあなかなか着る人は選ぶというか、好き嫌いは明確に分かれそうな感じはすごいあるので、個別に使う方がもっとよく使える。これセットアップ前提でいっちゃうとハードルは高めなので、僕は結構こういうね、なんか90年代のヒップホッパーみたいな格好好きですけど、っていう感じで、ちょっとご参考にいただけたらなと思います。これでねシェフパンツでした。まあね、この後別のアイテムあるんで、カットソーと合わせるとっていうので、ちょっとねこの後試してみたいと思いますので、そちらもぜひちょっとお楽しみいただけたらなと思います。